起きてるね。よっこしょ。すぐ3月に入るところでだいぶ暖かくなってきましたけど、今日はですね、日常では使わないものを買ってみました。総額で13万円ぐらいです。はい、もうね、もう何も言うことなくちょっと開けていきましょう。ちょっと繰り返しますけども、日常では使わないものですね。いらっしゃい。日常で使わないものって、使わないものは使わないの。ほいほい、今日も散財オープン。じゃじゃーん、あれあれ。一つがお値段が6万円ぐらいですね。で、これをもうワンセット買ったんで、総額で12、3万円ぐらいです。じゃあちょっと開けていく。腹腔開胸手術の担当させていただきます、マボです。そう、両段ボ。シャキーン。散財ボックス。オープン。じゃじゃーん。これはね、もう自腹で買いました。じゃじゃーん。これわかりますかね。これね、グリラーって言って、屋台とか出店で牛串とかですね、お好み焼きとかを焼く厨房調理器具ですね。自分の住んでるところの隣の町でお祭りがあるんですよね。そのイベントの時にこの焼き台を利用してどのくらい売り上げが上がるのかっていうのをですね、企画でずっと毎回やってみたかったんで、今回はこれをですね、武器に販売をしてみたいと思います。よし、じゃあ行くぞ。オープン。バイバイ。わかる。下野金属工業っていうとこですね。国産品の焼き台を買いました。やっぱね、国産の方が長持ちしそうだからね。すげえ。これがガスを調節するバルブかな。しちゃった。一旦緩めますよ。ああ。でバルブは全部閉じて、大元も止めて、よいしょ。これが多分ね、鉄板なの。わー、うまい。パテキスト作業進んでますか。オープン。じゃじゃーん。あ、痛い痛い痛い。おおおお、おんぼ。おんぼ。すげえ。ライターまでついてますね。親切。おお、油受ける。カスをこっちに落とすためのトレイですね。ボンベ。これ LP ガスですね。なにこれ、はまんないじゃん。あ、逆ネジ、逆ネジだ。よしよし、これ入れて、メインバルブ、メインバルブオフ。各ポートのバルブは 0% でお願いします。 0%、 0%、 0%、 大元も 0%、 メインバルブ全開。チキーン。シュッと、ちょっとゴールに近いバルブオン。あ、うん、オッケーオッケー。よし、スイッチオン。おお、熱いた。で、ここは、で、このですね、焼き台の表面の鉄板の肉厚がこれ9ミリなんですよね。で、ガスの方は都市ガスじゃなくて、これは LP ガスですね。プロパンガスです。この70センチ以上のサイズになると値段が結構高くなってきますね。油を敷いて、
はいいよ。あ、いいね。最初の塩コショウ。いただきます。あ、梅雨抜き忘れた。あの山賀にある有名な桜湯ですね、はい、でこの桜湯の道向かいこっちぐるっと回ってきて、こっちが足湯がある方なんですけど、自分が出店するブースですね、そこで出店の方をしようと思います。思った。はい、ここにありがとうございます。あ、なるほど、はい、はい、ありがとうございました。じゃあちょっととりあえずお肉代を発表します。メキシコ産のリブフィンガー45キロ、お値段がじゃん63,102円です。コストコでもねこれ人気らしいんですけど、これ多分ねあばらとあばらの間のお肉なんですよね、リブフィンガーっていう部分で。アメリカ産は単価が高いんですけど、このメキシコ産は肉質もめちゃくちゃ良くて美味しいらしいんですよね。これをね串に刺して当日売ろうと思います。山賀豊前街道マルシェ街道ロマンですね、3月5日、日曜日です。来週の週末になります。時間は10時から16時までマルシェなどがあります。和装大歓迎、着物浴衣で遊びにいらっしゃいということで、パンフレットなんですけど、熊本市内からですね国道3号線を福岡方面に行って、で山賀のマクドナルドからですね右折すると桜湯があります。でこの桜湯の周辺が出店がたくさん出る予定になります。すごいですよね、もう何十店舗って出店される予定ですね。ハンバーガーとかタコスとかブリトーフライドチキン、あとはメダカとかもあるんですよね。この天草の三崎さんっていうんですかね、三崎メダカさん、メダカすくいとかもあるみたいなんですよね。一応これ売り上げた金額とかですねかかった費用、今回はですね YouTube でどれだけ収益が上がったのか、あとですねかかった費用と合わせてですね次回の動画で報告しようと思います。当日のねもうてんやわんやしてるシーンもカメラで撮ろうと思ってるんで、そちらの方も合わせてですね次回報告したいと思います。はい、ということで、今回もわばチャンネルご視聴ありがとうございました。